Hello everyone, ダジャーハオ、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは外国での恥ずかしいエピソードはありますか？やっぱり外国に行くときって文化とか言葉が違うから恥ずかしい思いをすることが多いと思うんですよ。僕の恥ずかしかった思い出は台湾で温泉に行ったときでした。日本では温泉に行こうって言ったときに、もちろん男女は別なんですけど、服を全部脱いで一つの大きな温泉にみんなで入ります。だから普通に大学生男女6人くらいでみんなで一緒に温泉に行って、まあ温泉に入るときは別々だけど、温泉から出てきたらみんなで近くのお店を一緒に見るっていうことをよくやります。なんかでも台湾で僕が男の友達に一緒に温泉行こうって言ったら、なんかその人はすごくびっくりして僕に、ごめんね、僕はゲイじゃないんだっていう風に言ったんですよ。どうやら台湾では温泉は結構プライベートな温泉が多くて、普通はデートで旅館に行って、まあそしてその夜にカップルが一緒に温泉に入るみたいな、そういうイメージがあるみたいです。これは僕が聞いた話なので、まあ一般的かどうかはちょっとわかんないですけど、まあ、僕もその人に、いや普通に温泉行きたいだけだよって伝えたら、じゃあいいよっていうことで一緒に温泉に行きました。それでその人と一緒に台湾で温泉がたくさんある場所に行きました。そこでお店の人に温泉入りたいんですって言ったら、なんかそのお店の人もゲイのカップルだと思ったみたいで、なんか特別なカップルが使う部屋のプランとかをいろいろ紹介されました。なんかそのプランを大きな声で説明されてる時はちょっとなんか恥ずかしかったです。ですので僕は、まあ、そういう風に日本に来た人がなんか恥ずかしい思いをしたことがあるんじゃないかなと思って、インスタグラムで質問を集めました。これから日本に行きたいっていう人も恥ずかしい思いをしないためにこれらを知っておくといいと思います。でははじめ。100円ショップでずっとこれいくらですかって聞き続けたでもこれちょっと正しいかもしれない。なんかね、100円ショップって200円のものとか300円のものもたまにあるんだよ。だから別に間違ってはないよ、大丈夫。間違えてトイレの緊急やばい、緊急ボタンを押してしまった。よし、ウィンウィンウィン、超怖い超怖い、これはめっちゃ恥ずかしい。大丈夫ですか？何があったんですか？もうみんな集まってきちゃうから一生そのトイレから出れないよね初めて枝豆を食べた時、皮を剥かずに食べた。枝豆ってさ、小さい毛がたくさんあるんだけどさ、それ口に入れたらさ、クククってなんない？日本人ってなんか面白いもの食べてるねって思ったんかね。お店の人がいらっしゃいませと言った時、自分もいらっしゃいませと言った。もしみんながいらっしゃいませの意味あんま分かんなくて、お店入るたんびにいらっしゃいませって言ってたらさ、めっちゃ面白いよね多分店員さんはあれ、新しいメンバーが増えたんかなっていう風に思うよね。男性の家にデートに行ったのに彼がトイレで寝てしまった時、これなんとも言えない気持ちだよね。ちょっとデートだからさ、あーまあなんかいろいろあるんかなってちょっと期待して行ったのに、男性がトイレで寝てたらさ、まあいいかっていう風になっちゃうんかな。まあこの人は恥ずかしいって感じたみたいだけど、女性はこういうのって恥ずかしいって感じるのかな。お店でシャツを着てみてもいいですかの代わりに、シャツを着いてみてもいいですかと言った時、あ、最近はシャツは見るだけじゃなくて聞くんだ。確かにこれからパートナーになるのにちゃんと話を聞かないとね。どういう人かわかんないから。おーい、今どんな気持ち？やばい、見られた。実はこっちに窓があるんだけど、ちょっと知らない人に見られちゃった。口の中いっぱいにトマトを入れて噛んだ時に目の前の女の子にかかっちゃった。そんなさ、人生の中にさ、トマトがいきなり飛んでくるってあまりないよ。この後どうしたんだろう。ごめんなさい。いや大丈夫ですよ、ちゃんと服を弁償しますよ。いや大丈夫ですよ、じゃあせめてご飯だけでもご馳走させてくださいとか言って、ここから恋が始まったらすごく面白いよね。コンビニで唐揚げを買いたかったけど、2本くださいじゃなくて1本くださいと言ってしまった。あ、すいませんすいません、1本ください。この人日本の侵略者？コンビニの店員さんは多分そんな力は持ってないと思うよ多分。まあ、確かに日本にはたくさんコンビニがあるから、先に侵略してそこから攻める作戦か。やるね。日本の先生におやすみって言っちゃった。先生、おやすみなさい怒られるよ。もう先生と喧嘩するつもりだよね。
お客様何名ですかと言われた時、お客様3名ですと答えた。めっちゃ偉そうなお客さん来ました。3人ですとか3名ですって言った方が良かったかもね。居酒屋でバイトをしていた時、お客さんにごちそうさまでしたと言ってしまった。実は気づいてなかったかもしれないんですけど、ちょっとトイレ行った時少し食べちゃったんですよね。ごちそうさまでした。もうこの店は二度と来ない。何回もファミチキお願いしますと言ったのに店員さんが怒った。ここはローソンでした。まあまあ店員さんも怒らないでよ。どうせさ、店員さんもさ、裏ではさ、ファミチキうめえとか言って食べてんでしょ。俺は知ってるんだから。寮で料理をしていたらアラームが鳴って生徒全員が出て行った。今日アラーム多くない？おいしょ。ウィンウィンウィン。あれあれ、どうしたどうした。なんか中華料理でも作ってた。なんでそんなに火が出てんの。そんなの寮で作ったら危ないでしょ。次はもうちょっと火が弱いやつで料理作るといいかもしれないね。まあ、今日紹介した恥ずかしいやつはすごく特別な状況が多かったんですけど、まあ、中には役に立つものも多分あったので、まあ、参考にしてください。まあ、こんな風に僕のインスタグラムではいろいろ質問とかをしているので、ぜひフォローして皆さんもいろいろ教えてください。あとはみんなが聞いてみたい質問とかあったらコメントで教えて、それをインスタで質問してまた動画を作りたいと思います。皆さんありがとうございました。